アブドゥル・ラスル・サイヤフは、アフガニスタンの政治家、ムジャーヒディーン、議員。ソ連のアフガン侵攻時、ムジャーヒディーン諸派を統合するアフガニスタンムジャーヒディーン、イスラム同盟議長を務めた。パグマーン州、カラエ・サルバル村出身、サイード。父のファキル・ムハンマドは、1921年に、インドからアフガニスタンに移住し、パシュトゥーン人のハルティブ族中に定住した。父は、 サイヤフが6歳の時に亡くなった。パグマンの小中学校を卒業し、1958年にカーブルのイブンシーナ学校、1963年にアブ・ハニーファ学校を卒業した。1963年から1967年、カーブル大学シャリーア学部で学ぶ。1965年から大学のイスラム原理主義者のサークルを訪れ、 ウルハーヌッティン・ラッパーアニー・ヤ・グルブティン・ヘクマティアールが創設したムスリム青年に後に加わった。ムスリム青年はムスリム同胞団につながる組織であった。1967年、軍に勤務。その後、カーブル大学シャリーア学部の助手、ハディース学の講師を務める。カイロのアルイコール・アズハル大学で学び、1972年に学士号を取得した。 1972年からシャリー・ア学部の講師となると同時にシャリー・アガミの編集長を務めた。1974年、ムスリム青年はムハンマド・ダーウード政権へのクーデターを図り失敗し、同年7月、アメリカへの出国直前にカーブル空港で逮捕された。1980年1月、ハフィーズ・ラー・アミーンによる恩赦で釈放され、パキスタンに出国し、 ムジャーヒディーンに加わった。同年1月、6波、アフガニスタンイスラム党アフガニスタンイスラム党アフガニスタン民族イスラム戦線、アフガニスタン民族救国戦線、アフガニスタンイスラム革命運動を統合する、アフガニスタンイスラム解放同盟の最高会議議長となった。サイアフは、各派に対して、権威を有すると同時に、妥協的でもあった。 同年12月、アフガニスタン・イスラム解放同盟が崩壊すると、支持者と共にアフガニスタン・イスラム解放同盟を再創設した。1982年3月、アフガニスタン・イスラム解放同盟は、アフガニスタン・ムジャーヒディにイスラム同盟に発展し、その初代議長となった。アフガニスタン紛争では、サイヤフはサウジアラビアから財政的支援を受けた。ジャラーラーバードに、 軍事キャンプを設立し、ウサーマ・ビン・ラーディンと緊密な関係を構築したのは、この時である。さらに1985年、ペシャー・アワル郊外のアフガン難民キャンプに、施設の大学を設立、俗に、テロリスト学校と呼ばれ、ラムジ・ユセフや、ハリド・シェイク・モハメドなど後に、アルカアイラの幹部となる、者たちが教えを受けた。サイヤフの訓練キャンプからは、ボスニア・ヘルセゴビナ、チェ,チェン、 フィリピンなどへムジャーヒディーンが散っていった。アブ・サイヤフの名前は、アブドゥル・ラスル・サイヤフから取られた。1989年2月、パキスタンで行われた、ムジャーヒディーン会議において、ムジャーヒディーン移行政権首相に選出された。1992年、ムハンマド・ナジー・ブンラー政権が崩壊すると、サイヤフの組織は、数々の残虐行為を犯し現在までアムネスティから、 追求を受けている。特にアフガニスタンイスラム統一等を敵視し、カーブル周辺でハザーラ人などを虐殺した。1996年にスーダンを追われたビン・ラーディンをアフガニスタンに招いたのはサイヤフである。サイヤフはターリバーンを嫌悪し、1990年代中盤北部同盟に加盟した。しかしサイヤフの宗教的背景はターリバーンに近く。 2001年にアフマドシャーマスードを殺害した自爆ティロハンの背後にはサイアフがいるとされている。2003年12月、ロヤジルガ代表の一人に選出される。2004年から2005年、イスラム公正党を創設し、その党首となった。2005年、アフガニスタンイスラム解放同盟は、アフガニスタンイスラム選挙機構という政党に、改組され、サイアフは、 議会議員に選出される。同年12月21日、ハーミド・カルザイの指示の下議会議長に出馬したが、ユーヌス・カーヌーニーに敗北した。2009年大統領選では、カルザイを支持した。同年11月29日、爆弾による暗殺未遂事件が起き、警護員5人が死亡し、6人が負傷したが、サイヤフ自身は無事だった。妻は、ハフィーズ・ラー。 アミーン大統領のいとこ、サンジを有する、サウジアラビアのワッハーブ派の信奉者、アフガニスタン南東部のパシュトゥン人、特にジャジ部族中に影響力を有する、ありがとうございます。